さあ今回はですねマタニティフォトを、まあ、撮りたいなと。いや、え、見せてくれるんすか。残さないとね、やっぱりね。見たーい。で、あの撮影者手島さんということで、はい、大きい仕事急に来るよねそうだ ね今ね、うん、結構このご時世で、うん、まあ、スタジオに行ったりするのが怖いとかいう妊婦さんもねいらっしゃると思うので、今回はですねお家で撮れる低予算のマタニティフォト、これをやりたいと思います。イエーイ、めっちゃそれは知りたい本当にいや今ね家で撮ってる人多いと思うんですけど、なんか可愛くしたいじゃない。したいね。そうだから私結構 Amazon とかで、あの例えば、うん、壁に貼るシールとかをバーって調べてると、うん、結構その季節の花とかが出てくるんですよ。そうなんだ。そう、それを壁に貼ったりとかして、なんかスタジオで撮ったような雰囲気になればいいなと思っております、うんうん、でねこれね1人目撮った、これはあのスタジオで撮ったんですよ。はい、多分6万ぐらいかかったかな。高っ。そう、これ一人のやつ、すごい綺麗に撮ってくれたんだよ。ほら、これお家で再現したいですね。これ多分無理だねむちゃくちゃ照明で飛ばさないと無理かもしれないんですけど、まあこういったあの写真を、まあ、お家の壁で撮って、であとはほら今はもうアプリとかで加工できるんで、加工して本はあのもっと安く作れるアプリがあるんですよ。そうだからそこでちょっと一回注文してみようかなと、はい、思っております。なので今からですねマタニティフォトを撮っていきたいと思います。撮ります、お願いします。はいさあ今からですねちょっとこの壁に、あのシールを貼っていきたいと思うんですけど、これ Amazon で見つけた、ちょっと秋っぽいでしょ、かわいい。これこれ2500円ぐらいかな。おうおうおう、はい、これをちょっと壁に貼って、はい、ちょっと背景秋っぽい感じにして、うん、であと下がフローリングじゃないですか、うんうん、であのコードとかも見えてるんで、うん、この布お、これもあの湯沢屋さんで買ってきたんですけど、これね、多分1メートル700いくらだから、うん、3メートル買ったんですけど、うん、3000弱でございます。さあこれをじゃあちょっと今から、はい、あのちょっとペタペタやっていきたいと思います。はい。はい。
めっちゃいいやん。え、めっちゃこれ。自分のメイクで。めちゃめちゃいいやん。めちゃめちゃいいやん。さあ、今回はですね、ちょっとマタニティフォト用のお洋服なんですけども、これね、下はあのお家にあった去年買ったスカートです。もうね、あのマタニティフォトは家にあるものでいいと思います。で今回、上は買いました。ここからのショップリストさんで買った短めのお洋服をめっちゃ探して、これ2500円弱ですかね。の洋服です。で短めだとお腹が目立つんで、あの隠してても結構本当すごく見える。で若いお母さんたちはこれね、お腹を出して撮る人も多いと思うんですけども、私はですねもうすぐ40歳ということで、ちょっと恥ずかしいので隠す感じで行きたいと思います。もう回しちゃってんだけど、着替えなきゃこれ、うん、かわいいね、うん、かわいい、うん、真似してるな。ああ、機嫌いいですね。機嫌いいですね。先取ろうか、うん、ということで、今回あのテジさんに、はい、撮ってもらった写真を、バンバン加工しました。いや加工大事よ、結構大事、綺麗になってずっと残るもんですから。そう、あのスタジオで撮ったら加工結構難しいんですけど、うん、家で撮れば加工もできるということで、それはかなり利点だと思います、うん、低予算と言いつつも、まあ全体的に1万円ぐらいかな。いや十分低予算ですよ、うん、まあ1万円ぐらいあればお家で、うん、まあこれぐらいのクオリティの。いや素敵、華やかでしたよ、はい、ね、あの、うん、加工してバンバン加工すればすごくいい写真になりますので、多分ねマタニティフォトって私は撮っといた方がいいと思うんですよ。なのであのこのねご時世の中なかなかね動けないと思いますので、お家で華やかなマタニティフォトをぜひとも撮ってみてください。撮りましょう。はい、ということで、はい、以上、お家で撮れる低予算マタニティフォト企画でした。またねー。